が、今日はですね、ダイエットについて、食事の面はあまり聞いてなかったので、そこを詳しく森山さんに聞いてみようかなと思います。ちなみに、まあ、私のダイエットもそうなんですけど、いろんなダイエットがあるので、そこもいろいろチェックして聞いてみたいなと思うので、ちょっと詳しく説明していただきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。これはあの基礎代謝からいろいろ計算して出す方法が多分動くかというのが、これは先生が1479キロカロリー、次に身体活動レベルだと、まあ、普段の生活の、活動の量 1.75 って1日で時に消費するエネルギーが2588キロカロリーになるんですね。めっちゃ消費する。1日でマイナス1200キロカロリーしなきゃいけないんですよ。すると1日に消費できますよ。フルーツも OK なんですけど、あれも糖の仲間ですね。なんでお砂糖を食べてるのと近いもの、ご飯を食べてるのと一緒。太る原因として、まず油が取りすぎて油が脂肪になっちゃう。今度は血糖値が上がりすぎちゃって余った余剰分のエネルギーを脂肪に変換しちゃうっていう太り方なんですけど、それになりやすい。なんとなくチョコレート食べるよりは、フルーツ食べておいた方が体にいいかなとか、ビタミンも取れるのかなとか勝手な思い込みでずっと食べてたの、っていうわけではなく、ただそれは正解だと思います。チョコレートより全然フルーツの方がいいです、っていう考えは OK だけど、またこれ戻っちゃうけど、痩せるためにはやっぱし減らしていかなきゃいけないんですよね。私の呼吸はここですよね。そうそうそう、余分なものは減らしてくる。そうなんですよ、そうなんですよ。主軸はほとんど一緒なので、主軸っていうのは原理原則っていうのがトレーニングでは、それにのっとってトレーニングのメニューってどん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 変えていくんですね。基本的には変わらないと思います。あ、そうなの、なんか20前半とか10代の頃ってちょっと食事を気をつければ3キロくらいパーンって痩せたじゃないですか。30後半になるとそんなことはない。だから、普通にこう年齢が上がっていくにつれにこう痩せづらいからなんか違うことをするのかって思いきや、そういうわけでもなくではないかなと思います。基本的にトレーニング、ボディメイクと、あと食事で、いらないエネルギーをなくしていくっていう作業になってくるので、まずはもう基本基礎中の基礎の内容を、こなしていくっていうのが多分一番大変だけどやらなきゃいけないことだと思いますね。あまり年齢っていうのはあまり気にしなくていいかなと思います。じゃあ別にいつでも始められる。そう、始めるトレーニングのスタートはいつでもいいと思いますし、ただ腰が痛いとか膝が痛いとか、人によってやっぱそれぞれ怪我は全然違うので、腰痛い、それに対してのアプローチはもう毎回変わってきます。ああ、そうなんですね。人によって。そうです、それはもう人によってですね。流行ってるダイエットとかで、8時間集中してご飯食べて、残りの16時間、なんかファスティングみたいな。有効だと思います、それは。あ、そうなんだ。はい。要はその空っぽの時間作りましょうっていうことだと思うので、ダイエットっていうか、体質の改善につながるって感じですね。あ、そうなんだ。そうです。常に消化を吸収している状態だと、お腹って体の中って休まらないと言われているので、それがない時間帯に作ってあげましょうねっていうのが、多分その8時間ダイエットってやつです。内臓機能が休まっているので、その次の日の食事からまた活発に動いてくれるって言うんですよね。腸活って言われるやつですね。ああ、はいはい、はい。腸がちゃんと活動してくれるっていうイメージでいいと思います。La la 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 la
みたいなやつの脂肪吸収を抑えるコーラだったり、お茶だったり、なんか今ビールとか売ってるじゃないですか。あ、実際にどうなんです？お医者さん的には、たかが知れてるみたいなんで、あの普通のドリンクよりか効果あるかもしれないんですけど、医療的には、お薬として処方されるよりかはものすごい少ない量になってるから、それに対して莫大な効果があるかっていうと、それは分かんないですけど、一応トクホっていう商品として発売されてる以上、普通のものよりかは効果はあると思います。じゃあ本当に吸収を抑えたり、ちょっと痩せるかもしれない。そうですそうですそうです。普通のコーラ飲むよりかはトクホのコーラ飲んだ方がいいと思いますし、ウロウロン茶とかですね、ああいうのも気になる食事があるときであれば飲んでいただいてもいいですし、お菓子みたいなもんですよね。なんかこう普通のポテチを食べるよりも野菜とポテチを買った方がいいみたいなのと同じように、摂取しないんであれば摂取しない方がいいってことですね。そうですそうです。でも我慢できないんであればそれを取ってねみたいな。そうですね。よく炭酸飲みたい、コーラ飲みたいってなっちゃったら、結構これやってもらったりとかっていうチョイスの仕方でいいと思います。どうしても今日お酒飲みたくて誘われてるんだけど行かなきゃいけないっていう時に、なんか飲んでもいいお酒とかありますか？よくあの蒸留酒、ウイスキーだったりとか、焼酎って言われたウォーカーとか、テキーラとかっていうのは OK なお酒に分類されてて、焼酎っていうのは香類だけってことですか？あ、そうですそうです。そうです。なのでそれは OK ですよ。水割りってこと？そう、水割りとかお茶割り、お茶割りとかウーロン割りとかっていうのだと、OK は出さず、いっぱい飲んでもいいの？お酒飲んでて、ダイエットなかなか難しいです。確かにゼロカロリー、エンプティカロリーって言われて、お酒はカロリー内容的な感覚なんですけど、そう、お酒をめちゃめちゃ飲んでる人が、順調に体重落ちてるかっていうと、半々だと思います。私、お酒で太るタイプ。誘われちゃってしょうがないって時は行かなきゃいけないと思うので、それは行ってもいいと思いますし、それすらもう何ですかね、もういやいや断ってストレス抱えるぐらいだったら、もう行っちゃって食べちゃった方がいいと思ってるので、向こうで食事とかちゃんと管理できるんだったら、もうそれはもうもっといいですよね。お酒とちゃんとしたいつものタンパク質のメインの種目っていうのができるとなおよしですね。じゃあ行くとしたら、そう、焼き鳥さんとか居酒屋さんとか、あと居酒屋さんが多分一番メニュー網羅してるかなって思いますね。あとは焼肉屋さんも OK ですし、あー、そっか、しゃぶしゃぶとかですかね。一回ちょっと最近ちょっと飲みたいなって思ってるんで、一回ぐらい飲みます。ね、ちゃんと他の食事ができてれば、はい、それはもう全然いいと思います。なるほど。じゃあ、まあ、教えていただいてありがとうございます。すっごい突っ込んじゃった。それからもよろしくお願いします。はい、どうも、急に音声でごめんなさい。なんか動画がね、どっか減っちゃって、すいません、急にちょっと音声でまとめさせていただきたいと思います。要は、リバウンドをしないように、筋肉をつけて代謝を上げて、無駄なカロリーを摂取しない。これが結局一番の近道だそうです。パーソナルトレーニングはボディメイクなので、体重を落とすのも大事ですが、スタイルよく見えるのが一番大事ということで、やっぱ筋肉がね、ついてると体も引き締まって見えるし、やっぱ胸の位置とかね、お尻の位置ちょっと垂れてたりしたら、やっぱりスタイルよく見えないじゃないですか。しかもこの年齢で。やっぱね、こう、キュッと上がってるのがね、理想ですよ。でもそのためにはタンパク質を、私の場合ですね、 20g ずつ5回に分けて血糖値が急上昇させない食事を取るっていうのが理想らしいです。まあ私は1日タンパク質 100g 取ってくださいということなので、これは人によって多分違うと思う、体重によってグラム数は違うと思うんですけど、でも1日5回って大変じゃないですか。どうにかならないのっていう感じですよね。もう簡単に痩せる方法ないのっていうのをね、ちょっとトレーナーさんに聞いてみたの。そしたら、もうお任せくださいって言われてね。ありがとうございます。っていう感じなんだけど、実は、食物繊維を取ることによって、消化しづらくなったり、吸収を穏やかにしてくれるから、脂肪にならずに便として排出してくれるらしいのね。なるほどって思ったんだけど、でも食物繊維をさ、いっぱい取ってもカロリーもあるし、なんなら毎日そんなさら大量に食べれないよね。っていうことで、おすすめされたのがね、難消化デキストリン
の粉っていうのが売ってるんですって。特保とかに入ってる食物繊維らしくて、これは味も匂いもしないから、ご飯にかけて飲み物に入れても大丈夫。まあ、ご飯にかけても味変わんないし、飲み物に入れても味も匂いもしないから、もうこれがすごくおすすめだよって言われました。なので、もうカロリーを気にして、タンパク質をね、小分けにとって、もう何消化デキストリン、もうこれぶちかけて、ご飯を食べればガンガン痩せるみたいだよ。いやー、楽しみでしょうがないわ、痩せるの。でもね、こう、タンパク質1日5回に分けて食べると結構大変じゃない？いつ食べようってなるよね。まあなんかコンビニとかでね、ちょっとしたなんかこう手軽に食べれるサラダチキンとかね、あれはもうこう計算がしやすいように、もう 10g とか書いてあるやつがあるから、もうそれをちょこちょこ食べたりとか、もういいだろうし、それでも5回って難しくない？ってなった時に、実はね、夜寝る前に飲んでも太らないプロテインっていうのがあるんだって、もう飲んですぐ寝てもね。それがカゼインプロテインっていうもので、今なんかね、みんながよく飲んでる、まあ私も多分飲んでるのがホエイプロテインっていうやつなんだって。これはだいたい2時間以内に全部吸収して、こう、してしまうものなんだけど、即効性があるものね。で、カゼインプロテインっていうのは、7、8時間ぐらいかかってゆっくりと吸収していくんだって。なので、ゆっくり吸収されるから、こう飲んですぐ寝たとしても太んないみたいなの。これは、めちゃめちゃいいやんってなったよね。こう1日ね、5回もね、そんな時間ないからねってなるでしょ。でも寝る前に飲んでも全然平気っていうものがあるんであれば、これでタンパク質を補えるなって思ったの。例えば、トレーナーさんがもう一個言ってて、なんか、こう、昔さ、8時以降に食べたら、太るとか、10時以降だと豚になりますみたいな言われてたでしょ？あれって、都市伝説らしいよ。嘘でしょ？都市伝説なのって思ったんだけど。いや、要は、普通に、そんな夜勤の仕事をしてる人をみんなそんなことしたら、すごい太ってるのかって言うと、そういうことでもないじゃない？なので、寝る2時間前じゃなければ、普通に夜中に食べても全然太んないんだって。夜中12時とかにね、仕事終わる人ももちろんいるだろうし、そしたらもう仕事終わってもお腹空くでしょ、仕事終わり。で、ご飯を食べます。で、その後、まあお風呂入ったり、なんか家の掃除したり洗濯したりとかしたらもう2時間ぐらい経っちゃうじゃない？まあ YouTube 見たりとかね。で、その後寝る。これで太らないらしいんだよね。知らなかったよ。ずっと普通に夜中食べたら太ると思ってた。知らなかった。でも私の場合家にいるときずーっとね、ベッドの上でコロコロしてるから、食べたら太るね。まあこうやってね、なんかいろいろ素朴な疑問をね、トレーナーさんにぶつけていこうかなと今後も思っていますので、何か質問がある方はみんなどしどしね、コメント欄にちょっと記入していっていただければと思います。